にちは、スタートアップチャンネルです。こんにちは、インフォハム代表の名所です。フリーアナウンサーの林理瀬です。さあ、田所さん、はい、今日も動画でざっくり企業の科学を解説いただきたいと思います。はい、今日のテーマは何でしょうか？今日のテーマはですね、最初は小さな市場を支配するというテーマでやりたいと思います。小さな市場を支配する。はい。なるほど。まあ、どうしてもなんかこうプロダクトとかサービスを出すときに、なんか市場全体に投入するみたいな感覚になっちゃいますよね。ああ、そうですね。で、我々もなんか周りのものを見てみたら、iPhone とか浸透しますし、YouTube とかも浸透しますし、うん、あらゆるサービスでなんかもうマス向けに浸透しきっちゃってるのがあると思うんで、はい、我々もこうプロダクト出すときに、いやもう全体出しゃいいかって話だと思うんですけど、うんうんうん、ただ実は全てのプロダクト、iPhone もそうですし、YouTube もそうですし、あらゆるものって実は最初にものすごく限定された市場に展開していって、そこでピタッとはまって横展開していったケースがめちゃめちゃ多いんですね。へー。大事なことが、まあ、小さくて市場独占せよっていう、こうピーター・シールが言っているんですけども、はい、でっかい市場の中の市場 1% 取るというよりも、まあ、とりあえずこのセグメントちっちゃいかもしれないですけど、そこの中の 50% に行くみたいな発想を持つということが大事かなと思ってます。そういうことなんですね。それはどうしてそっちの方がいいんですかね？まず、でかい市場に対して 1% って言ったときに、でかい市場だと、やっぱりすげえ競合がいっぱいいるんですよ。大手企業を見たりしますし、そこだと、本当に札束の殴り合いの競争になってしまうと。まあ、大手がもう全買いしますって感じで、なんか買収してやるんだったらいいと思うんですけど、うん、スタートアップとしてはそれってなかなか難しいですよね。そうですよね。うん、例えば、今、世界で一番時価総額高い車の会社ってテスラなんですけど、はい、今、世界でだいたい200万台。年間で売れてるんですけど、初年度って仙台だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、で、しかもめちゃめちゃちっちゃな市場で、2008年にテスラって一番最初のスーパーカーモデルですね、出したんですけども、それなんかはロードスターっていうイギリスのすごいハイエンドのスーパーカー作ってる会社がボディを作って、テスラはバッテリーシステムだけだったんですよ。へー。で、それで誰に売ったかっていうと、2008年頃ってまだ今みたいに SGとか ESG とかカーボンニュートラルとかそういうの全くなかったんで、うん、どっちかっていうと電気で動くかっこいい車3台目持ちませんかっていう超お金持ちのハリウッドスターの人に言ったんですよ。そうなんですか。でシルベスタスラウンドとかレオナルド・ディカプリオとかに、あのイーロン・マスクがなんかね仲良かったか知らないんですけど、そういう方々向けに、今モデル3とかで大体600万とか500万なんですけど、うん、まあ、3倍ぐらいの2000万とか2500万なんで、街乗りじゃなくてかっこいいなんか未来の車っていうコンセプトで売っていったんですよね。3代目を持つ超お金持ち、まあ、すごく狭い市場ですよね、うん、でそこでまさにニッチでやっていったんですけども、その中でやっぱりバッテリーシステムとか改善していったりとか、当然それで売れて検証ができたりとかするんで、まあ、次はモデル X とかモデル Y とかやっていってですね、徐々に増しているのかなと思ってます。へえ、はい、成功例はニッチなところから大きな市場を、うんうんで勝負できるようになってますけど、小さな市場から始めるとその後大きくスケールできないんじゃないか、うん、みたいな不安が出てきちゃう気がするんですけど、例えばスマホが出た瞬間って、スマホってめちゃめちゃニッチ見えたんですよね。でも そうですね、すごいスマホって毎年倍ぐらいで市場伸びていったんで、いつの間にかそれがメジャーになってたってことなんですよ。なんで EV とかも出た瞬間っていうのはすごいニッチ見えたんですよね。なんですけどそういう伸びていってもらいますし、あとは皆さんね、毎日 Amazon 使ってると思うんですけど、はい、Amazon が出た1993年とかだと、インターネットで物を売るってめちゃめちゃニッチだったんですよ。で、インターネット誰もその物買ってなかったんですね。はい、商品もいろいろなんか Amazon 一番最初に本だけやったんですよね。うん、まずなんで本選んだかっていうと、いろいろこう、生鮮食品とか、アパレルとか、中古車とか、まあ、いろんな商品がある中で、カテゴリーの中で本だけやったんです。まずその本は腐らないし、書籍っていうのは全部裁判があるので、管理しやすいもありますし、あと本って情報量そんな多くないですね。本を皆さん買うときって著者名とタイトルと値段で買うんですよ、大体。そうですね。なんでテキストデータ3つさえあれば見れたりするんですよ。でも車買うときって外観とかスペックとかありますし、そうですね、服買うときもサイズとか外観とかって映像データありますよね、うんうんうん、で本って別に表紙の映像データいらないじゃないですか。そうですね。なんか村上春樹の新作の小説が出ましたってみんな買いますよね、はい、うん、っていう感じで当時だとインターネットってほぼ市場ゼロだったんですよ。でもジェフ・ベゾスがすごいのは、アマゾン1993に立ち上がったんですけど、93から97でもうインターネット30倍伸びたんですね。で毎年30倍使用者が伸びるってなかなかないじゃないですか、はい、
しかもインターネットの特徴を押さえたら、こういうものをつなげると、こちらがある情報と、まあ、ユーザーがつなげるめちゃくちゃ得意だっていうことの、その本質を見るためで、この市場は必ず伸びると。ただ、現時点インターネットの線が細いので、売れるもの限られると。じゃあ、本を売ろうって話になったんですね。その時にめちゃめちゃニッチなんですけど、もうもはやアマゾン売上今60兆円なんですよ。30年経って。なんで、今はニッチに見えるけど、今後3年5年でめちゃめちゃ伸びてる市場というのは、そこはまさにね、反りの目っていう感じで、市場がどういう風にして顕在化していくのか、需要が伸びていくのかって見立てていくことなんですよ。へー。じゃあ未来に大きくなる市場で、今はまだちょっとちっちゃいけどっていうところを攻めるっていうのが成功の道筋なんですかね。そうですね。僕はプロダクトフューチャーマーケットフィットって言うんですけども、今の市場に対して最適化するのじゃなくて、少し先の未来に対して最適化していくと。日本だと Uber Eats が有名なんですけど、 Uber なんかも2008年に創業した時ってスマホに GPS があったんですけど、全然精度高くなかったんですよ。で、その自分の位置情報分からなかったらウーバーとかウーバーイーツ成り立たないんですね。要は自分の家がどっかわからない。そうですね。なんですけど、創業者すごいのが、GPS がすごい速度で進化していくことが分かったんですよ。なんで、iPhone2 とかしょぼかったんですけど、3、4になったらもうめちゃめちゃ正確になると。しかも、はい、iPhone2 の時代ってまだ持ってる人がなんか 2、3% だったんですよ。そうですね。でも、その持ってる率がものすごくめちゃめちゃ増えていったんですね。3年後には半分ぐらいの人がスマホ持つと。そのスマホの GPS がめちゃめちゃ正確になるっていうことが、まあ、見立ててたんですよ。でそこで彼はフューチャーオプティマイゼーションって言い方をしていて、少し先の未来に対して最適化するって見立てたんですね。でそこで Uber ってサービス、誰もそんなもの起きない。自宅にドライバー来てくれ、ピックアップしてくれるサービス、夢みたいなサービスってのは起きなかった。でも、これはスマホってインフラができたりとか、GPS ってインフラができる。3年後に必ずできるよね。じゃあその3年後に参入しては遅いので、もう今の段階で入ろうって始まったのが Uber だったりとか、 Amazon も1994年だと誰もそんな、ね、インターネット使ってないと、ただ使ってる人はめちゃめちゃ増えていると。おそらく3年後4年後には誰しもがインターネットで物を買う時代であろうと。ただ全ての市場からやるんじゃなくて、まさに小さな市場ということで、 Uber なんかもサンフランシスコのある特定の駅から始めたんですね。そこはまあみんなタクシー並んでるんで、そこから始めるとか、アマゾンの場合も本の中でもニッチな本だけをやったと。本来ならベストセラーの本やりたいですね。ただベストセラーの本だったら基本的に本やきゃ買えるって話なんですよ。まあそうですね。なんで代替案がなくて、代替案がしょぼくて、でも確実にニーズがあって今後伸びる市場みたいな、この3つの変数ですよね。っていうことを考えてやった結果、この2社ってまた大成功したのかなと思います。未来を見る目というか、はい、予測する力ですね。はい、未来を見た上で、どこの市場からエントリーするのか、エントリー市場って言うんですけども、どこから入っていくのかってことを見立てていくと、企業3本とんでも解説したんですけど、広い鳥の目という持ちながら、虫の目ですよね。その中から局所的な視点で、どのあたり今の現時点でユーザーエクスペリエンスとして満たせるのかと、この2軸で考えていくということが大事かなと思ってます。ありがとうございます。エントリー市場を見極めるためのフレームワークとかってあったりするんですか？そうですね。これらの本でも紹介してるんですけども、Go to Market っていうフレームワークがあってですね、いっぱいこう市場がある中で、ちゃんとその市場をこう、なんですか、因数分解していくと。例えば、僕は以前、白井向けの顧客管理ソリューションを作ってるスタートアップの支援者なんですけど、白井大体国内に、整骨院、接骨院とか、マッサージ屋さんとかって、保険適用も入れたら10万店舗ぐらいなんですけども、10万店舗に一気に行くのではなくて、まずどこからやるのかってことをこう分けていくと。そうなると、自費治療、保険治療とか、個人経営チェーンとか、拡大志向で分かれてきますよね。いや、意外とそうですね。これだけ分けられますね。うん、細かく見ていくと。分けていくと、どこが適用なのかみたいな、どこが一番最適なのかってことが仮説は立つと思うんですよ。はいはい、はい、うん。その仮説を立てずに、とりあえず片っ端から電話するとか、片っ端からメール打ちまくるってやっても、×のとこって残念ながらどんなにテクノロジーが進化しても使わない人多いですよね。そうですよね。だって必要ないでしょうもんね。うんうん、例えばいろんなこう顧客管理ツールでありますけど、今一番使われてまだ Excel なんですよ。でこういう人たちとかって多分100年経っても Excel 使うと思うんですよ。100年経っても Excel 使う人に対して売り込みに行ってもそんなのは絶対、ね、意味がないですね。そうですね。ただものすごく拡大志向でチェーンでやってます、うん、人も入れ替わるのでオペレーション属人化しがちです、うん、Excel すぐ属人化しちゃうんで、うん、そこが懸念である会社って絞っていくと 1% か 2% すげえ欲しいお客さんって出てきたんですよ。はい。っていうところから始めていって、でそこで広げていくみたいなことですよね。じゃあ自分が狙ってる市場でこの表を作っ
ってみるっていうのは、まあそうですね、実際仮説を立ててみて、じゃあ実際それはどうなのかとかでインタビューするだったりアンケートを取りに行って、どのレベルだとお金払いたいですか、今どういうことに不満なんですか、アイアダプターの特徴としてその後課題認識してるかどうか、あとは課題認識してなんかソリューションを当ててる、ただソリューションを当ててるのでそのソリューションにやっぱ不満があると、この不満解消されたらいくらお金入るかみたいなことを聞いてったら、大体全体の数パーセントぐらいがかなり健全を持っていて、なんとかソリューションを探しているんですけど、満足していないと。で、そこに対して、いいソリューションがお金払えるよって人は必ずいるんですよね。アマゾンの例もそうなんですけども、ニッチな本を買いたい人ってそんなにいなかったんですよ。うん、ただ、大学で研究してる人とか、リサーチャーしてる人って、まあ、大体人口の全体の 0. 何パーセントいるんですけど、そういう人たちとかって、もうめちゃめちゃ使ったんですよ、初期アマゾン。うん、なんでかっていうと、大学図書館がめんどくさいし、大手の翻訳がめちゃめちゃめんどくさかったんですよ。うん、一般人はそんなに、ね、最初アマゾン使わなかったんですよ。そうですね、ニッチな本欲しいって人は、じゃあ人口の 0. 何パーセントかいたんですよ。その人たちが最初使い倒したんですね。使い倒してもらうっていうのが大事なんですね。うん、はい、ありがとうございます。ということで、本日のまとめを一言お願いします。はい。大事なことが、最終的に大きな市場に育っていっていくみたいなところを見立てた上で、ただ一番最初に始めるエントリー市場ですね。そこはもしかしたら最初ちっちゃくもいいかもしれないんですけども、うん、ただ将来的にも大きくなっていくというところをやっぱり攻めるっていうのが大事かなと思っています。ありがとうございました。